最初の場所に戻ってきちゃったわね。そうですね。あの水中洞窟の入り口も見当たらないそうですよ。バトゥーさんが調べたらただの水たまりだったって。やっぱりレパルスが私たちを呼んだのよ、元の海に帰りたいって。ね、プトラ。クイーンズウェイ、向こうに行きましょうか。パディントンの様子を見てあげましょう。そうですね。お父さん、私ね、会場の剣も晴らしたよ。いや、参ったよ。まさか海の中に鉄道があるなんてね。海の中も線路でつながってるのかな。沖の方でもどこかに入り口があるのかな。ねえお父さん、レパルスの艦長さんはどうして私を選んだのかな。だって初めはセントイリスの子にしか話しかけてくれなかったんだよ。それなのに突然私に声をかけてくれたんだ。最後に選ばれたのは車掌さんでもパディントンでもなく私だった。どうしてなんだろう。私はこう思うんだ。私が船乗りの娘だから。それがきっと伝わったんだよ。レパルスの気持ちが私に伝わったようにね。こうやって海に話しかけるのも久しぶりだね。心配しないで、昔みたいにピーピー泣いたりしないよ。おばあちゃんと約束したんだ、私はいつも笑顔でいるって。特鉄隊のみんなと一緒に海に来られてよかった。お父さんが愛したこの景色をみんなにも見せてあげたかったんだ。じゃあね、そのうちまた来るから。お父さんと話せてよかったわね。うん、でもここにヴィヴィアンがいてくれてよかった。車掌さんがいてくれてよかった。みんなと一緒に同じ船に乗れてよかった。また来ましょうよ。特鉄隊専用の船を作ってもらって、魚を釣ったり泳いだりしましょう。私もっと沖の方に行ってみたいわ。それでね、海の中で駅を探すの、もしかしたら利用している人がいるかもしれないわよ。うん、そうだね。それを探すのも特鉄隊の仕事ってことで。仕事ってことで。はわわ、一時はどうなることかと思いました。無事で何よりです。あんた本当に大丈夫なの？胸から異世界が開いてたわよ。カナーリアさんのゲートについては私もよくわかりません。巫女の血筋が関係していることは間違いないのでしょうが、どうしてカナーリアさんは車掌殿ではなく私を選んだんでしょう。あんたの方が弱そうだったからでしょ。ちょっとヤクーツクさん、ですが私には巫女の力なんてほとんどないんですよ。特鉄隊の副官として利用されるならわかりますが、巫女の力や魔力を必要として狙うのなら私は最も狙うべき対象ではありません。お姉さんのことも知っているようでしたし、エルロンド家の力に興味があったのでは。イズリントンだっけ、怪しい動きをしているとか言ってたけど。
4人の姉は全員が神託の巫女です。一般の人からしたら朝から晩まで怪しく見えてしまうこともありますよ。ヨシノ、プロペラの調子はどう？エンジンオッケー。これなら浜辺までひとっ飛び。今度はパトゥがロープに引っ張られてみてよ。ヤクーツクがどんな反応するか見てみたい。別にいいよ、面白そうだし。じゃあ決まりね。くん、パトゥのそういうところが好きだよ。海は広いな、大きいな。お空も広いな、大きいな。別の世界の船乗りさん、別の世界の飛行士さん。平和な海はどうですか？平和なお空はどうですか？花束二つ受け取って。ヨシノ、何してるの？花束を作っていた。それ、飾り付けに使っていた花ですよね。いいんですか？そんなにたくさん取っちゃって。いいのいいの、海に眠る人たちにプレゼントしてあげたい。いいと思うよ、祈りを捧げてあげて。でも、どうして二つなんですか？海とお空の両方にあげるの。海と空の両方。私も一緒にお祈りしてもいいですか？もちろんだよ。無事に会場の玄武は晴らすことができたし、洞窟に眠っていたレパルスも別の海に返すことができた。でも、カナーリアの言ってたことは気になるよね。異界から物が現れるってどういうことなんだろう。あの巨大なゲートについても調査が必要ですね。クイーンローズさんのように自分自身が移動するだけでなく、他のものを移動させることもできるということが分かりました。